小さな家がありました。その小さな家には小さな女の子とお母さんが住んでいました。その小さな女の子にはつぐみという小さな鳥の友達がいました。つぐみってつぐみと同じ名前？ある朝、女の子はつぐみの歌声で目を覚ましました。するとつぐみがこっちへおいで。